こんにちは、ケイソーです。今回はブルーベリーの描き方をお届けします。ブドウに似ていますが、ちょっと形が違いますね。うちの庭には結婚式の記念樹でもらったブルーベリーが大きく育って、毎年たくさんの実をつけてくれるんですよ。さて、使う画材は鉛筆、そしてキッションの顔彩24色中9色です。筆は面相筆のショート中作用筆、そして文字を書くための筆ペンです。まず目安となるようにブルーベリーの中心を通る茎を鉛筆で薄く描いておきます。まず小さい方の面相筆で黒を絵皿に取り、筆先を整えたら下絵を描いていきます。鉛筆の線の左側から順に実を一つずつ描いていきます。ブルーベリーの実は少し楕円形なのが特徴ですね。ブルーベリーの実はたくさん重なっていますが、一番上の実から描き始めます。そしてその奥の重なった部分という順番ですね。たくさんの実も一番上の実を描いて、そして後から奥の実を重なった部分を描いていくというやり方で描いていくと、割合簡単にたくさんの実を描いていくことができます。一通り実を描き終えたら葉っぱを描きます。葉っぱはまず中心の葉脈から描くと描きやすいですね。ここは茎を描いて、最初に葉脈を描いてから葉っぱを描きます。続いて実の先端にある萼根と呼ばれる五角形の星形のマークを入れていきます。この萼根の位置は適当に書いてはいけません。茎と実を結ぶ花柄のちょうど反対側に位置するんですね。なので位置を確かめながら萼根を描き入れていってください。
次に絵皿の黒を水で少し薄めて、薄くしたら茎の影を入れていきます。次に花片の影も入れておきます。同じ薄い黒で今度は実の影を入れていきます。細い方の面相筆で塗ったら水筆で周囲にぼかしていきます。水筆というのは水だけを含ませた筆のことです。今回は大きい方の面相筆を水筆として使っています。水気をしっかり切ってぼかしていってください。続いて本藍と紫を絵皿で混色します。借用筆に持ち替えて胡粉をさらに混色します。色を調整したらこの色でブルーベリーの実の下塗りを行います。一粒ずつ丁寧に線からはみ出ないように下塗りを行っていきます。ここで全ての実を塗るのではなく、緑色とそして赤紫の実を塗り残します。絵皿の青に新砂を混色して赤紫色を作り、そして2つの実を塗ります。続いて若葉とウグイス茶緑を絵皿で混色して、この色で残りの4つの実を塗ります。ここで一度筆をきれいに洗い、そして胡粉を薄めに取って実全体に塗っていきます。これはブルーベリーの表面についている白い粉状のもの、ブルームというものを表したものです。このブルームは実を乾燥から防ぐために分泌されているんだそうです。面相筆に持ち替えて若葉とウグイス茶緑を絵皿で混色し、この色で茎と花片を塗っていきます。ここで塗り忘れていたので緑色の実にもブルームを塗っていきます。胡粉ですね。胡粉を二度塗りしていきます。細い方の面相筆でクリカーチャと黒を絵皿で混色します。この色で茎の二度塗りを行います。全体に塗るのではなく、ところどころに色を差していってください。次に本藍と紫を絵皿で混色します。この色で実のブルームの剥げたところですね、ところどころに見えるこの中の黒い部分のところを描いていきます。細い方の面相筆で色を塗ったら大きい方の面相筆でぼかしていきます。このようにブルームの剥げたところを描くことで、よりブルーベリーらしくなってきましたね。
濃い部分や薄い部分など変化をつけて塗ってください。同じ色で薄まってしまった顎根をもう一度描き起こしておきましょう。次に大きい方の面相筆で若葉を取り、葉っぱの下塗りを行います。次に青草を取り、この色で葉っぱの二度塗りを行います。葉っぱの根元に塗ったら、次は削用筆の水筆で外側に向かってぼかしていきます。細い方の面相筆に持ち替えて、花白緑と胡粉を絵皿で混色します。この色で葉っぱの茎を塗っていきます。続いて絵皿の焦げ茶色に新茶を混色して、赤っぽい茶色を作ったら、葉っぱの根元や茎のところどころに色を刺していきます。塗り忘れた実を塗っておきましょう。続いて先ほどの緑色に胡粉を足して白っぽい色を作ったら、葉脈を描いていきます。はい、これで絵が出来上がりました。ここに筆ペンで文字を入れて印を押したら絵手紙の完成です。この動画がお役に立ちましたら、ぜひご登録をお願いします。またブログ爽やか墨彩画教室では、 YouTube で語りきれなかった画材や植物、自然療法など様々な情報を掲載しています。説明欄にリンクを貼っておきますので、ぜひご覧ください。ご視聴ありがとうございました。